感謝の意味。感謝は神様からのプレゼント。人間はありがとうを言い合うことで光を発する。地球上には生物が数多く存在しています。8500万年前に生まれた霊長類はゴリラ、マントヒヒ、サル、チンパンジー、オラウータン、人に分かれていきました。その中でも生物界の頂点にいる人間だけが感謝という概念を持っています。もし進化の過程で感謝という概念が生まれたとしたら、一生涯に何百時間か手を合わせて感謝する生物が他にも存在しなければなりません。その半分、一生涯に何十時間か手を合わせる生物、数時間感謝する生物、数分感謝する生物が存在しなければならない。つまり進化の過程で私たちが何かを手に入れたのであれば、必ずその中間の過程を持っている生物がいなければならないということです。しかし感謝をする生物は人間の他に存在していません。他の生物に感謝という概念を伝えても理解するのは難しいでしょう。他の霊長類にしても他の生物に比べて知能は高いものの、感謝という概念を持ち合わせてはいません。そのため生物が進化を積み重ねて得たものではなく、神様が人にだけ感謝という概念を与えたと考えられます。私は40年前から唯物論者です。これまでにどこかの宗派や教団に属したことは一度もありません。しかし様々な出来事を検証していくうちに、天文学的な数字でありえないことが重なり、神様がいるのではないかと思うようになりました。私が言っている神様とは、宇宙の法理法則の万人という意味で、崇める対象としての神様ではありません。そして、感謝という概念を追求していったときに、やはり神様が存在するという結論にならざるを得ませんでした。神様が感謝という概念を人以外に与えようとしたのかは分かりません。形があり、これが感謝だというように示せるなら、他の生物も理解できるかもしれません。しかし感謝は概念であり、形がないもの。他の動物に向かって感謝の概念を教えるのはとても難しいことです。そのため知能が優れている他の霊長類に対して、感謝やありがたいという概念を伝えようとしても理解することはできないでしょう。
霊長類の中で感謝という概念を理解できる生物は人だけでした。感謝という概念を理解できた上で感謝をできるのは人間だけなんだと認識をした瞬間、人から人間へと変わります。人は一人で生きていると人、人の間に生きて人間なのです。一人で生きていると思いがちですが、私たちは一人で生きているわけではありません。お茶を飲むにしてもコップを使います。ガラスコップは珪砂という砂と他の材料を高熱で熱して作ります。しかし人間は珪砂自体を作ることはできません。お茶の葉も同じ、人間は種をまき水を与えて育てているだけです。さらに前の話として、お茶を飲むには水がなければいけません。水は人間の体の 70% を構成するもので、私たちにはなくてはならないもの。その水も空からただで降ってくるもので、私たち人間が作っているものではありません。人間だけがそれらを理解し感謝することができます。感謝という概念を理解できる生物として、神様は人を作ったのでしょう。何十億年もかけて感謝ができる精神性を育て上げ、現在に至っています。感謝という概念を理解している人間が隣の人に向かってありがとうと言うと、隣の人もありがとうと返してくれる。そして人間同士がありがとう、こちらこそありがとうと言い合うと、その二人の間には光が発せられます。人間同士が電極となり、蛍光灯のようにぼーっと光を発していくようです。蛍光灯は中に何も入っていません。両極に電圧をかけると、その間を電圧が飛びます。その中に水銀蒸気が入っていて、電流が流れると水銀蒸気が紫外線を発し、それがガラス管に塗られた蛍光体に当たって光を発するという仕組みです。人間は何のためにこの世に生を受けたかというと、宇宙に向かって光を発するためです。お互いがにっこり笑ってありがとうと言い合う二人の間にも微弱な電流が発せられ光を発します。その光はどんなに小さな光であっても宇宙に向かって発せられ、宇宙の果てまで何百年も飛んでいきます。
宇宙には恒星、太陽など自分で光を発する星が銀河系だけで約1000億個存在すると言われています。恒星の近くは光り輝いていますが、少し離れれば闇に包まれます。神様はその闇を何百年、何千年、何億年とかけて光で満たしたいのかもしれません。あなたが私の子供として生まれてくれてありがとうと言うと、宇宙に向かって光を発します。これは目の前にいる夫や妻、家族、上司、部下、友人なども同じ。親子関係で子供の荒探しをしたり、気に入らないことをしたからと怒って怒鳴ったりして教育をすることが宇宙の本質ではないということに気がつきます。お互いにありがとうと言い合い、光を発しながら生きられる。相手のいけないところを指摘するのではなく、いつもありがとうと言い、光を発して生きていくのが人間であり、それがこの世に生命をもらったことの意味です。